まもなく始まります。ちょっともっちへのいつもの大失態なんですけど、機材トラブルというか、配信ズームとの連携がなんでうまくできないのかなって思って超パニックになって3回再起動したんですが、一番最後にライブ配信開始っていうボタンを押してなかっただけだったみたいです。申し訳ございません。昨日3回リハーサルしたのにごめんもっちな、すいません、本当にお待たせしました。あー、なんでこんなにわしはポンコツなんだろうか。はい、ちょっとね、まなみちゃん待っててくれてるので、呼んでみたいと思います。来るかな、あれ、あ、横になってる、なんでだろう。あ、これもしかして縦の方がいいってやつか。縦の方が多分いいと思うんだ。あれ？縦にできるかな。ちょっと待って。ちょっと待って、気持ちいい。縦にできるかな。あ、縦になった。ちょっと目まぐるしいですが、硬い。もっち。そうか、縦か。ちょっと待ってね、バキッていきそう。よいしょー、よっこいしょー。持ち時間が著しくて申し訳ないです。そうですね、ちょっと待ってね。こうして、ちょっと待ってね、これは難しい。大丈夫かな、音声的には大丈夫持ちでしょうか。音声は大丈夫です。あー、本当に申し訳ない。まなみちゃんにも申し訳ないです。いやいや、私もね、そうさっき帰ってきて、あとね、ズームをね、2回ぐらいしか使ったことなくて。あ、本当ですか。これでどうですか。ちょっと待って。あ、大丈夫、大丈夫。それか、あれ？気持ちいい。あれかな？なんだっけ？私、スマホなんだけど、うん、その、横にする、なんか機能のやつ。あれをオンにしたら横になるのかな？横に。そういうわけ。かも。あ、かっこいい。ちょっと、もう一回やってみる。はい、これで、これで横かな。あれ、あ、なったこれがやりたかったのです。スーパーお待たせ、申し訳ない。ね、もうもちろん、こちらこそ目安と思っていただいていいのかもしれません。はい、よいしょ。やった、なんか斜めになっちゃった。やっとです。あ、お待たせいたしました、もっちー。お待たせしましたー。ちょっと私斜めってるけど、ダメだね。ぜひお話をしていてください。よし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 。ありがとうございます。はい。大変お待たせいたしましたということで、まなみちゃん、お久しぶり、もっちー。お久しぶりー。LINE ではたまに。ごめんねー。してたんだけど。あ、はじめましての方もいらっしゃると思うので、もっちからちょっと自己紹介します。皆さん、もっちは、世界初アニメチックアイドル、アニソン、DJ、リアル、バーチャル、YouTuber 的な、ももちみなみだ、もっちよ、ももざんまい、よろしくお願いします。はい。私、初めて聞いた、それ。最近思いついてちょっと一人で家でやってる。はい、そして自己紹介お願いします。はい、いろんなとこでギターを弾いております、マナミックスと申します。初めましての方もどうぞよろしくお願いします。よろしく、もっちー。おー、めっちゃコメントしてるね、気づいたら。
なになに？コメント結構来てるね。あ、ねえ、ありがとうございます。ありがとうございます。でももちの30分は誤差って書いて、ほんとごめんね。すごい気合い入れて、お仕事、の関係の、営業の方にちょっと申し訳ないんだけど、ズームでちょっと練習協力してくださいとか頼んで、めっちゃ入念にリハをしたのに、シンプルに配信開始っていうボタンを最後に押さなきゃいけないのに、うん、なんかそれがもっち、なんていうか視界が悪くてさ、もう見えてなくって始めてる、なんかもうズームの方もスイミング配信中って出てるのに、出てるのに、なんで配信のページに出ないんだろうと思って大パニック。ほんとすいません、どんまい。もう二度と間違えないぞ。覚えたね、もうね。覚えました。そう、もっちとね、まなみちゃんは、うん、ベストフレンドもっち、あれなんですよ。もう5年前ぐらいになるもっちかな。3年前ぐらい、4年前、3年くらいか、2017年の時かな、ヒデさんのイベントで。そう、X ジャパンのヒデさんの、バースデーイベント、メモリアルだっけ、バースデーイベントで、うん、同じ、イベントのステージでね、ご一緒させていただいたのがご縁で、はい、はい、中華街にご飯食べに行ったこともあったり、ももちのバースデーライブでギターを弾いてもらったりとか、ね、あとね、今年の5月には動画でコラボもさせてもらったりとか、はい、はい、仲良くしてもらってる、めっちゃね、かわいいでしょ、そしてすごい性格よくって、いやいやいや、いやいや、とても仲良くやるっていう、人柄もよく、見た目もよくて、ギターも上手いっていう。もっち大好き。持ち上げすぎ、持ち上げすぎ。ね、ギター上手いし、可愛いけど性格悪いとかいるじゃないですか。そんなんじゃなくて。すごい、いつもお世話になっております。いやいや、こちらこそ。こちらこそです。それにしても、そのたこ焼きの旗すごいね。めっちゃ、ちょっと、気合い入れて、今年がないということでですね、ね、賑やかな感じにしたいなと思って、楽天で、2000円ぐらいで旗を買いました。ね、毎日お祭りだね。音量上げてもいいかな。うん。ねえ、でも、まなみちゃんのこれかわいいね、浴衣、大人っぽい。これ、去年、一昨年ぐらいに買ったかな。なんかお気に入りで、ライブでも着てたっけ、結構。そうだね、バンドでもそういう浴衣ライブみたいな感じでやるのになんか買って、うんうん、で着付けも自分でちょっと動画見ながら勉強して、うん、や、なんとか。めちゃ後ろの帯は見えないからいいやって、今日適当なんだけど見せれない。いい持ちね。こっちも浴衣にしようかなと思ったんだけど、これは、うん、一応、前回買ったハッピーなんですよ。ハッピー、いいね、お祭り。祭り、桃三昧。はい。桃三昧。それはサンバイザー？何？首にかかってるの。あ、なんか、サンバイザーとかしてそうなイメージだなと思って。いいね。首にかけてます。はい。はい。そんなわけで今日はね、うん、たこ焼きを。はい。ということで、無理くりお誘いしたもっちなんですけども。買いましたよ。ごめん、もっちさん。たこ焼きを買いましたよ。買いましたよ。お手数をおかけしました、もっちな。でね、たこ焼きマシン。そう。電気なのかな、これは。火力がでもね、ちょっと弱いやつなんだよね。そうなの？うん。あれな、なんだっけ、
テフラン加工じゃなくてなんて言うんだっけ。あ、そうそう、なんか焦げがつかない的な。あ、そうか、焦げにくいみたいな。もち IH なんだけど、なんて、お、鉄鋳物、うんうん、これはなんか IH の、 あのお鍋する時のやつにそのまま乗っけて、あ、IH でできるんだ。そう、ちょっとこのためにいろんなものをもちも買い揃えましてやってみたらたこ焼きめちゃ楽しいなと思って。楽しいけど難しいよね。もうなんかね、もう気分は大阪の女って感じも大阪の女。いや、もうだってもさ、たこ焼きって家でやるとなんか結構さ、うん、たこ代がちょっとかさむぐらいで結構なんだ、500円あればお店で買ってくる分の4食分ぐらいは余裕でできるよね確かに、もちろんほらさ、手間賃人件費なんだけど、いやすごい、うん、めっちゃ元が取れた気がして、たこ焼き器を買った。もっちがなんか屋台でなんか車とかで売ったら売れそうなんだけどいいねね、車でさ、ハイエースみたいなやつで、うん、たこ焼き屋さんって前あったよね。あった気がする。なんかラーメン屋さんのイメージが強いけど、ラーメン屋さんとか石焼き芋とか。あ、そうだね、たこ焼き あるよね、トラックの。地元で先週も話したんだけど、はっちゃん堂っていう福岡の、うん、多分チェーン店なのかな。ほんわかほんわかほい、ふっくら焼けた熱々のたこ焼きはっちゃんいかがですっていうのがずっと延々こう流れてる。めっちゃいいな。絶対買っちゃうんだけど、ね、いいな。なんか今風 の、 カリッとしてて中がトロじゃなくって、うん、めっちゃもうふわふわふわっていうか、なんかふにゃふにゃのたこ焼きみたいな。明石焼きみたいな雰囲気なのかな。なんだろう、なんかジャンクな感じ。まあたこ焼きもともとジャンクだけどそうだね、粉もんみたいな。ピカピカのたこ焼きみたいな感じ。そういうたこ焼きもあるんだ。よく食べてたもっちなと思って、懐かしい。あ、いいな。ちょっと待って、一個電気が。はい。はい。おなみちゃんはあれ、焼くだけの状態？そうだね、今もう種作って、うん、まだ火はつけてなくって、具材用意して、あとね、どうしてもスーパーに行く時間がなくて、今日タコがなくてね、チーズを用意しました。チキン、チキン焼き美味しそう。それとろけるチーズを、よいしょ、そう、行けなかったのですよ。そうか、よいしょ、ちょっと一回一回練習したんだけどね、うん、超失敗した何一回練習したんだけどね、うん、あんまうまくいけ、丸くなんなくて。本当に難しかった。でも僕も最初そうだったちょっと待って、もち粉置いてきちゃった。ちょっと冷蔵庫から取ってくるもちお待ちください。いってらっしゃいいいね。お、皆さんこんばんは、ありがとうございます。もう桜でんぷん、でんぶでピンク色のたこ焼き作ってる。あ、かわいいね、なんかピンク色のたこ焼き、いいね。あー、え、桜でんぶ合うかな。あ、でも魚介だからちょっと合うか、結構色付けで魚のすり身だもんね、桜でんぶはね。うん、待って、もっち卵と粉を混ぜるっていうのをちょっと今からこれからやってなかった。生放送そっからね元を作るところから全部準備してたはずなんだけど、材料は切って小分けにはしてたんですが、うん、肝心の
コマ的なものを忘れてました。とてもね、失敗した原因がね、実は、その種を、その、鉄板のとこに入れて、うん、でちょっと焼けた、焼けたらっていうか、もうすぐもう具材入れちゃってよかったのに、うん、なんかね、種を入れてからじっと待っちゃったらね、焼けないかなって、具を入れずに、うん、なんかぼーっとしてて、そのせいで失敗したの。順番を間違えた。そう、タイミング、ね。人生とたこ焼きはタイミングが大事。本当、今日夕方までリハーサルがあって、帰りの電車でね、うん、実際たこ焼き作ってる動画を見てたんだけど、あ、そう、みんなすごいね。たこ焼き屋さんの。そう、なんかいろんな人の、うん、見て超早いの。そんな無理やみたいな。もちも友達がたこ焼き屋さんしてるんだけどさ、うん、え、なんかそういう職人っぽいのってなんかね、憧れちゃう。でもたこ焼き作るの超うまくなったら、なんか絶対もうたこパを主催するよね。主催イベントやるよね。あそこだよ、四ツ谷のさんは。うん、なんだっけ、いつもミニマックやってるところ、ハニーバースト。そう、ハニーバーストってあれ、ご飯作って出していいんでしょ。そうだね、あそこで、あのたこ焼きカラオケイベントやればいいの。たこ焼きカラオケ面白いね。楽しそう。それいいかも。あの具材持ち込み OK みたいにして。たこ焼きいいな。今度、そうだな、ちょっと落ち着いたら、ね、ちょっとこいつを使ってそれやろうかな。必要していこう。ね、あれかな、でも焼き物はどうなのかな、どうなんだろう、いいのかな。前ね、うちのメンバーが一応そのなんだっけ、衛生管理のなんか免許、うんうん、を取得したので、お店側もそういう許可を出してるから、そういう意味で一応衛生的に OK が出て、なんかやってた。フライパンでなんかやったりとかしてた。いいね。焼きそばとフランクフルトと、うん、あと一郎先生、ドラムの一郎先生がね、うんうん、結構料理がお上手で。そうなんだね。そうなの。パスタ、トマトの冷製パスタとかをハニバで作ってたんだけど。良いね。すごいよね。それがもう。ライブイベントに冷製パスタってなんかいいんですよ。そうなんだ。そっちがメインみたいな感じになっちゃって。一郎先生、シェフ感あるね、なんか。うん。調理場にそうな感じする。結構こだわり強い。なんか、うん。職人っぽい感じする。パティシエみたいな。パティシエはおかしか。シェフか。そうだね。今、生地を混ぜております。混ぜ。あれ、カメラの位置は高いかも。ちょっとカメラの位置また変えます。うん。そうだね。手元はそんなに映ってないかもね。よいしょ。ウェブカメラをさ、買い替えたもっちなんですけど。ね、買い替えたね。してるんだね。いくらくらいだった？リアルな話。もっち買ったの12,800円とかだった。やっぱまだそのくらいするんだ。持続化給付金は こちらに消えましたみたいな。いやー、私も自粛中にね、ツイキャスとか YouTube ライブやってたけど、そう、ウェブカメラなくてスマホでやってたんだけど、うんうん、スマホのね、充電器バッテリーがね、めちゃくちゃ熱くなるからね。あ、そうだよね。そう、ウェブカメラ買おうと思ったけど、そう、5000円とかで売ってるものがね、もう3倍ぐらいの値段で売らせて、うん。なんか、ちょっとパチモンっぽいやつでもいいかなと思ったけど、やっぱり、うん、紙見てたら、ハズレも多そうだなと思って。実は私、ハズレ買っちゃったんだよね、1個。安いやつ。あ、良心的な値段だなとかって思って、うん、買ったら、
良心的というか、もともとすごい安いやつだったから。結局、元値からすれば、高いやつだった。残念。ん？スマホって iPhone？ 今は iPhone です。ね、もちもあの、ズームの配信だと、なんかあの、なんていうの、ホスト側は、スマホじゃできないから、だからウェブカメラでやってるんだけどさ、うん。それやるには、でもね、iPhone で十分だよね、結構ね。ねえ。すごいね、この時代。本当だね。やぶみだけの時代じゃなくてよかったよ、本当に。はい、というわけで、はい、無事に生地が練り上がり混ぜ混ぜ練り上がり練り上がり完成よしさあ、というわけで本日第1回はい、このたこ焼きどっちが丸く上手に焼けるかな選手権開催どん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 じゃあ行きますかやりますかはい。じゃあ火を入れまして。はい。油を敷きますと。なんかジェスチャーで分かったけど、ちょっと音声がやっぱまだ途切れるね。若干。うん。そっか、ズームだからかな。かな。なあ。ジェスチャーで分かるけど、何言ってるか。なんとなく。ね、あ、たこ焼きはね、慣れもあるよって、確かに。もちでももうたこ焼き作るの6回目ぐらいに実はなるんですよね。ちょっと有利ですね、これは。すごいね、6回も作ってるの。なんかね、ハマっちゃったんですよ、たこ焼き。やっぱお店出すしかないね。なんかちっちゃい時の家って大体でもさ、ケーキ屋さんだよね、みんなね。ケーキ屋さん、お花屋さんみたいな。あ、あるね。ね。それでたこ焼き屋さんで書いてたらすごいよね。ちっちゃい頃から大好きなんだみたいな。すごい。あ、なになに？さらちゃんが見に来てくれてる、あの、私がサポートライブとかやらせていただいているシンガーのさらちゃんって方が。もういつもまなみちゃんがお世話になっております、もっち。いや、あの、もっちがお世話になってるんですよね、本当に。ちょっと待って、油引いてるやつ、油引くやつを用意しなかった。油ね、私ね、コットン、顔の、あの、化粧水塗るときのコットンね、油染み込ませて塗った。うん、あ、そうなんだ。もっち、油ってなんかね、あの、なんだっけ、キッチンペーパーを、うん。このキッチンペーパーをこの棒と何ていうのキャップにこう挟むみたいな何その棒竹、ね、だと汚れが取りにくいから毎回捨てられるなんかキッチンペーパーでキッチンペーパーいいねよいしょよいしょこうやってこれをこうやってこうじゃこうやってなんかこうウニってあれ入んないなこの棒なんなんごまでもするやつ。よし。じゃあ入れてきます。そうこうしてるうちに熱々になってしまう。うわぁ。ちょっと帰りに見てきた動画っぽくいけるかな。無理だな。でもちょっと頑張ろう。気をつけて気をつけてやけど実は先週やけてしまって大丈夫ああいうけど結構熱いのなんかねこれ鉄板だから熱いみたいあ鉄板側が熱いのかそうなんだよね去年なんかあの肉まん蒸しててやけどした時のお薬あったから塗ったら結構治ったおお。大体食べ物でやけどするね。
私はアイロンとかでよくおでこをジュッてやっちゃう。上手だよね。なんか他の出演者さんの髪型とかもセットしてあげたりしてるでしょ、よく。あ、たまに、そう、なんかね、セットするの、うん、なんか、まあ、プロとか目指してるわけじゃないけど、なんか好きなんだよね。なんか作品作るのが。すごい。DIY の延長みたいな。これで、私が帰りに動画見てきた感じだと、少なめに種を入れて、なんか具を入れてから、はい、そう、チーズです。タコないんでチーズです。で、なんかね、生地を上からもう一回入れてたんだよな。生地足すんだ、最後。やばい、まだ、熱が。あれ、あっちっち。あ、うまくいくといいんだけどな。生放送ですから、何にせ。あー。まだぬるいまま注いでしまったかもしれないです。あ、切ろう。またなんか返すときに失敗しそう。ちょっとカメラの高さを変えます。動きます。よいしょよいしょ。あれ、本当さ、テレビでさ、クッキング系のさ、番組してる人って喋りながらさ、手元を動かしてるのすごいね。すごいね。尊敬するわ。どっちかになっちゃうよ。どっちかになっちゃう。ほんと、ほんと。あ、いい感じかもしれない。今日は本当に怪我のないようにやりましょう。よいしょ。もう少しカメラを下げまーすよ。もうちょっと痩せてからだな。ね、はあ、ちょっと待って動きまーす。よいしょよいしょよいしょ。あれ、そう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 、映像とコメントでたこ焼きの焼き方を学ぶ。やばいよ、間違ってるやり方かもしれないから。お、よし、そろそろ返します。まだ早いかな、まだ早いかな。はい、や、回していけばなんとか丸くなってくらしいから。あ、回すやつ出してなかった。え、竹串的な、なんか割り箸でもいいって書いてあったね。なんか買ったんだけどさ、もち間違えて、IH 用のやつを買ってしまって溶けちゃった。へ、ね、IH 用のやつがあるんだ。なんか工具箱に入ってたやつを出しました。お、すげえ、なんか本格的なやつだ。すごい。あ、やばいやばいやばい、ちょっと喋ってるうちに、喋ってるうちに、焼けてきちゃってんじゃない。やばいやばいやばい、ちょっと全然具を入れてなかった。あー、やっぱり、ちょっとね、丸は無理だ、これ。やばい。楕円形だな。やばい、怖いよー。こっからは。素早さが大事だと動画で見ましたが、なんかでもコロ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 やっていくうちになんか勝手に綺麗になってくんだよね、不思議と。きっとね、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 そう願おう。大丈夫？めっちゃチーズのいい匂いしてきたぞ。ネギ、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 はい、ネギ入れた。ネギ入れた。天井、紅生姜入ります。あっちぃ。ちぃ。真ん中、4つを開けてるんですよ。なんか熱が通り過ぎるから。そこに、何か落とした途端に、油が跳ねるっていうね、なんか生地が、もうちょっと入れようかな。なんか、痛くなっちゃった。もう一回じっくりやろう。あ、大丈夫。焦げてなかったよ。あ、全然大丈夫、全然大丈夫。
焦げてないけど油が。もちもち。無言になっちゃう、これ。集中してると。あのたこ焼きが焼ける音はみんな聞こえてるのかな。ジュージュー聞こえてるかな。もうこれ途中でもう一回、あの、なんだっけ、うん、たこ焼きの元、あの、生地を流し込むのって、うん、え、どのタイミングでやるの？なんか私は今、もう一回2回目流したんだけど、うん、1回返して、うん、なんか一回り返したらなんかすごいちっちゃかったから、そこでなんか継ぎ足した、うん、そうか。どうしよう、やってみようかな。でもね、中は全然焼けてないと思う。多分表面もなんか全然まだ焦げ目がついてないから全然焼けてない。うんうん、そうなの。あ、ハタが取れた、ハタが取れた。ああ、それは危ない危ない。 IH だからボーッとはならないと思うけど。恐ろしいや。ほんとだ、たこ焼きは慣れもあるよ。やばいな、無言になるね。ちょっと待ってね。あ、どうかな。ふつふつしてきたぞ。ちょっとだけ足してみよう。真ん中が落ちていけないゾーンに落ちてた。やっぱ形がおかしくなってきた、本当に。形が変だ。ちょっと待って。わかった。外側のヘリに落とせばいいとかなんか違うか。もち、難しい丸。いや、とりあえず焦げだけはついたときに。とりあえず、あの、動しないように気をつけようね。ね。そのカチンカチンっていう、その金属音がもう、本当に本格的な鉄板の音がする。いいよ。あ、ベビーカステラが食べたくなるね、これ見てると。ベビーカステラもきっとこれと同じ。たこ焼きで作ってるよね。違うんだっけ。のかな。ベビーカステラどうなんだろうね。なんか上と下でガシャコンって挟むんじゃないかな。そう、違うか。多分。でも丸、なんか鈴みたいなやつとかもあるよね。鈴の、なんかドラえもんの鈴みたいなやつとか。うんうん、でもクマさんとかが結構主流っていうか、有名だよね。よいしょ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 丸。結構必死に。お、やった。手つきが職人っぽいって言われた。よしよし。あ、そっか。やっぱり外側に、あの、なんだろう。うん、穴に流し込もうとするんじゃなくて、あのヘリのところにちょっと入れて、うん、中に巻き込むみたいな。ね、それが難しいんだよね。難しいね。ね、そう、縁の、そうそうそう、はみ出たやつを、そう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 、なんか一緒に巻き込むって書いてあったんだけど、うん、難しいんだよね。あ、なんかモッチのやつ、うん、その、なんだっけ、その持ってるやつが短いから熱いんじゃないかって。何コメント来てるよ。その返すやつ、それ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 。が、持ち手が短いから熱いんじゃないかって。そうだ、そうだよ。よく気づいたね。ね。私、竹串でや
ってるんだけど一応。竹串がないね。どうしよう。割り箸もなくてさ。マジか。菜箸でもいいか。あ、菜箸でもいいじゃない。いいと思う。全然大丈夫だと思う。あれ、今日は形が良くないな。あれ、ももちゃん。はい。今日はどこの国の料理ですかって。今日は使い切れない料理です。たこ焼きってジャパン。なんか美味しそうだけど。あ、でもね、なんかまとまってきたよ、ちょっとずつ。ねえ、私もなんかもうすぐ、もうちょっと焼けそう。これなりに、これなりに、あ、いける、これならいける。よしよしよし。あ、焦げた、ちょっとだけ。丸く。パチパチ言ってる餅。お腹すいたー。よし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 。もちもちもち。悪くないかも。ちょっと焦げがいるね。焦げはかも。回収してる。やっぱ火力じゃないや。鉄板がやっぱ本格的なやつだから、その熱がこう熱くなるのが早いのかな、やっぱり。そうかもそうかも。ね。でも端っこはね、四隅は全然熱くなんなくて、うん。あ、そうなんだ。アレンジもやっぱり場所によって焼きやすいとこと、なかなか焼けないとこない？うん、ね。でもね、IH じゃないからわかんないんだけどね。なんて言うんだっけ、その電気のやつ、電気のやつ。ガスじゃないや。電気？うんうん。でもなんかね、意外とそんなにムラがない気がする。均一に焼けるもち？案外、絶対なんかその、一番外側のとことか、焼けなくて真ん中ばっかりじゃないかなって思ったんだけど、うん、意外と平気。これね、実はね、ドン・キホーテで、3000ぐらいか。あ、そうなんだ。だったのね。うん。いいね、いいね。うん。これ何個？悪くない。これね、20個。20個。結構多いんだけど。こっちの16個だよ。いいね。あ、いい感じ。もうそろそろ食べれそうな気配。ほんと？もうちょっと焦がすわ。それ以外はいけるかな、うちも。もうちょっと焦がす。ちょっと最後、軽く揚げよう。あ、丸くなったぞ、丸くなったぞ、いい感じだぞ。よし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 。お腹すいてきた。よしちゃん。ねえ。ねもっちさぁ、チーズやってみて、チーズ。ね、めっちゃいい匂いする。なになに？いい匂いする、チーズ。チーズ？チーズ。タコの代わりに、チーズ入れるとすごいいい匂いするから、今度、ぜひ。いいね、いいね。やってみて。めっちゃいい匂いする。先週はチーズ入れようと思って用意してたんだけど、終わってから入れてないことに気がついて。うん食べようと思ったら今日は食べきっちゃってなかったんだ。食べちゃったんかい。残念。でもね、もち前回エビを入れたの、桜エビみたいな干しエビのやつ、このやつ、うんうん、あ、入れたけど入れない方があれ美味しかった。なんかエビの風が強くってタコが負けてたから多分ね、
たこ焼きはやっぱり、よいしょ。いろいろ、なんか、なんていうの？匂いが強いやつはあんまり混ぜない方がいいのかなって。今日はエビはやめて、普通のやつにした。チキンは何にでも合うから絶対美味しいよね、きっとね。ねえ。よし。あ、ちょっと焦げたかな。あ、なんか一瞬黒いの見えた。え、なになに？一瞬黒っぽいのが見えたような気がした。大丈夫？焦げてないよ。全然焦げてはないよ。はい。ちょっと待って。コメントでタコの代わりにホタテ入れてって。ホタテ贅沢、いいねそれ。なんか海鮮風で美味しいかもね。ホタテはいいよね、出汁が出るしね。いいね。エビは合わなかったけどホタテが良さそう。エビ失敗した。よいしょ。ちょっと揚げたこ焼きっぽくした最後。おお。しかし、すごい。お察しの通りちょっとだけ焦げたね。本当？ちょっと待って。ぼちぼちオッケーかな。こちら。はい。こちらももう、はい、あと一個がなんかちょっと緩いんだよね。ちょっと待ってね。うん。ああ、とか言ってたら半分ちょっと行き過ぎたかな。あれれれ。いや、大丈夫だ。こんがりだ。うん。よし。なんか食べないで、いや、食べるけど、なんかこう、永遠と回していたいんだけど、このたこ焼き。この子の世代。たこ焼き屋さんだけど。ねえ、ちょっと楽しい。できた？じゃあこちらもいいな、めっちゃいっぱいある。あげます。20個多いな。20個いいね。20個多いな。もっちのまだ お皿に乗らない。8個は積みたんだけど、まだ四隅のやつがちょっとまだ焼けが甘くて。はい、できました。20個、山盛りです。ちょっと待ってね。はいよ。火力が強いのはいいんだけど、あの場所によって違うから一気に焼けなくって。あ、そうなんだ。そうなの。あ、タコこれ入れてない。ちょっと待って。あ、何も具を入れてなかった。ちょっと待って。あ、具なし。しまっている。しょうがない。これは諦めよう。あ、生地を足すときにきっとね、入れればいいんだね。だから、足し合った。よいしょ。うち、紅生姜、あの、岩下の新生姜の焼きそば用の紅生姜にしましたよ。おお。紅生姜が大事だよね。この前入れるの忘れちゃったんだよな。できた？はい。はい。お待たせしました。すごい！ 20 個あったんだね。すげえいっぱい。よしできたぜ。あ、もうパス負けた？いけました。待って、盛り付けも。あ、盛り付けも込みで、盛り付けも込み？ちょっと待って。盛り付けします。じゃあ。そうそう。
ね、ちょっと待って。はい、マヨちゃん。かけすぎた。と、うわ、どうしよう、これがまた焦げそうだな。ちょっと待って待って。はい、じゃあ。あわわわわ。あわわわわ。大丈夫？あわわわわ。あわわわ。あわわわわ。よしよし。あ、なんか固まっちゃったよ、ももち。大丈夫かな？もしもし。もしもーし。あれ、戻った。大丈夫かな？なんか固まっちゃってたね。大丈夫かな？あれ、動いてるのかな？なんか YouTube の方も多分、どうなんだろう。あ、戻ってきたっぽいぞ。戻ってる？多分、戻ったかな？なんだろう、謎のトラブルが。ね。ちょっと待って、あの、たこ焼きの方もちょっと待ってね、たこ焼きの方も。そっちはそっちで。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。よいしょ。あ、もしかしてこれ、焼けて、返すときに、くるっと返せないで、半分に、90度の位置で止めて、うんそこで引っ込んで、うんうん、ちょっとしてパコってやると、ああ、その時に入れんのかな。あ、わからん。なんか今そんな気がちょっとしてみたけど、正解かどうかはわかんないな。よーし。よしよし。いけた？よしよしよし。よしよし。はい、はい、お待ちくださいよ。あー、間違えた。縦じゃなかった、横だった。できたできた、うん、え、まなみちゃん、画面が横になっているよ。あれなんでだろう。ん？ん？なんでだろう。なんでだろう。これからのこれ治った？多分治らない。え、あ、治った治ったかな。治った治った。曲がっちゃうんだな、このスマホスタンド。よし、ちょっとコメントチェックできなくなっちゃった。もしかしたらうちの Wi-Fi がダメかもしれない。あれ、そうなのかな。うん、多分見えなくなっちゃった。 iPad で。うんうん。あ、桜ちゃん言ってくれてる、ありがとう。半分ひっくり返して2回目で全部ひっくり返すの大事。そっか、
やっぱそうだよね。そうだよね。なるほど、なるほど。今作りかけの残ってるやつが結構いい感じに。お、丸くなってきた？はい。まあ、ちょっとそれ、そちらは置いておいて、完成披露いきましょうか。はい。はい。はい。こちら、どどーん。ピッチ上がり。ん？見えてる？ん？あ、美味しそう。美味しそう。いいね、美味しそう。あ、終わりー。いいね。でね。美味しそう。美味しそう。青のりあったんだけど、ちょっと古すぎて、なんか色がついたので、やめました。美味しそう。ちょっと待って。モニターが遠くてちょっと見えないから、そっちに見に行こう。あれ？ん？合ってるかな？見えない。あれ？たこ焼きスーパーの298円4割引きで買ってきた。あ、お疲れ様。今帰ってきた。福田さん、お帰り餅。いや、美味しそう。え、まなみちゃんは何をかけた餅？よく見えなかった。ね、ソースとマヨネーズと、うん、かつお節と青のり。お、いいね。いいな、20個もあるとなんか一気食いできていいな。なんかちょっとペチャペチャしてきた、もう。ペナーンってなってる。ちがチンタラしてたから。いやー、ちょっと、いいじゃないですか？なんかタコパターンね。よいしょ。え、まあもうこれはどっちも美味しそうだから特に勝ち負けなしって感じかしら。どっちも成功、どっちも成功。上手に焼けました。よく焼けました。よく焼けましたなんだけどさ、それ一個ちょうだいができないのが悔しいね。すごい、それ。いいなちょっと待って、カメラの位置を少し変えます。よいしょ、これぐらいかな。これね、私のスマホスタンドもなんかゆら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 して、あ、そうなの？だんだん傾いて。こっちもなんか配信用の三脚、最近2つネジがどっか行ってダメになっちゃう。代わりになんかこう、なんか割り箸みたいなの刺してみたけど、なんかね、1回でダメになった。割り箸さらに当たったまま出てこなくなって、もう全然修復可能になってしまったこっち。はい。いやー、お疲れ様でした。終わったみたいになってる。できた。あれ、なんか飲み物ある？あるよ。何飲んでんの？お茶。え、じゃあもっちも今日お茶にしようかな。ちょっと取ってくから待って、もっち。はーい。いただき物のお茶。かっこ常温。そして iPad を再起動した。これで。ゆくちゃん。よこちゃ、あ、いいね、お家で作った、なんか水出し、よこちゃ感じ。水出し。いいね。いいね。我がふるさと、福岡のお茶でございます。うん、おー、いいね。地元だっけ？そうなんだよ。はい。じゃあ食べましょうか、せっかくなんでね。みんなももう食べてんのかな、もう。ねえ。たこ焼き作って食べてる人いますか？ね、さくらちゃん、りょうさん、ともぞうさん、かずおかずさん、りょうさん、くらさん、ブライアンさん、ルックスナイス、センキューもっち、ねこかねこさん。
もちのは焦げなのかソースなのかって言われる。もちのはソースかける前が、いやいや、犬よ、夫と男しかない。もち、いや、あのね、気持ち焦げてるけど、あ、落ちちゃった。ちょっと焦げてるけど、ほら、揚げたこ焼き風にしたのね。あ、でも美味しそう。いいね。そうなんです。あの、真ん中の4つのところに、あの、さっきすごい油跳ねてた餅なんだけど、油つぼの中を最後に投入して、あの、ちょっとカリッと。なるほどね。そういう技があるんだね。そう、鉄板だからやっぱできるのかな、これ。ね。わかんないけど。じゃあ、とりあえず、乾杯餅。はい。ペットボトルだけど、乾杯。いただき物のお茶です。はぁ、あ、美味しい。あれ、やっぱりもうちょっと下の方がいいかな。下げます。微調整。よいしょ。大丈夫かな。私もちょっと斜めってるかもしれないけど、気にせず。まあね、まあまあまあ。まあまあまあ。メインはたこ焼きということで。大丈夫かな？はい。じゃあ、せっかくなのでいただきまーす。はい。じゃあ、いただきまーす。あ、そう、今日、からしマヨネーズを買ってきたんだよ。そうだ、そうだ。お、いただきます。いただきます。もちからしマヨ。うんうんうん、いただきます。この前よりうまくできた。ん、うん、おいしい。おいしい。たこ焼きっぽくなった。ちょっと待って。うん。うん、うん、うん。めっちゃおソースが。美味しいんだけど口にすごいついちゃうんだよね。なんでかな。ソースかけすぎた。うん、マヨネーズをかけすぎた模様。なんかチーズ美味しいけど、うん、なんかやっぱあのタコのタコが入ってるっていう感がないからちょっと寂しいかも。やっぱり美味しいけど。チーズ味する？いや、うん、あ、する。美味しいけど、やっぱタコのあの食感が欲しくなるね、やっぱり。そっか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 。うん。じゃあ肉ね。何も入ってないみたい。かわいい。もっちの食べてるところ。ソースめっちゃおいしいですか、ももちさん。うん、マヨネーズかけすぎてマヨネーズの味が強い。ちょっとソースを増やします。マヨネーズかけすぎたので。いや、いいね。まったりたこ焼き配信。いいね。うん。まなみちゃん、最近ちょこちょこライブはやってる感じ？そうだね。お客さんがいるライブは、うん、たまにそう人数制限して何回かはやってますね。そっかそっか。もっちも先月1回あって、でもやっぱちょっとね、うん、まだね普通
時ね。そうだよね。なんか盛り上がっちゃいけないみたいなのが。ねえ、なんか声出して応援しちゃいけないっていう感じだもんね、今ね。ねえ。うん、3個目。めっちゃなんかニコニコって笑ったら青のりついてそう。もち。美味しい美味しい。いいね、たこ焼き美味しいね。うん。うん。ちなみにもっちのその鉄板は何個焼き？4個4個で16個。16個なんだけど、うん、温度差が結構激しいから、うん、真ん中の4つがすごい熱くなって、四隅の4つがあんまり熱くならなくって、うん、そっか。それ以外の1,2,3,4,5,6,7,8 が普通に焼けるっていう感じだから。そっか、じゃあそこを四隅を避けてこう。そう、だから一回全部端っこの列だけ流し込んで、うん、間2個をひっくり返して、で仕上げに真ん中の余ってる4つの一番熱くなるゾーンに、うん、油多めに入れて揚げた子作って、作り終わったぐらいで四隅をひっくり返すみたいな。なるほどなるほど。こういうルーティンになります。そっか、順番がね。そう、だから一気にそんなにたくさん焼けないんだよね。なんかその電気のやつも欲しくなってきた。なんかね、ドンキーで、なんか、うん、税込み抜きどっちか忘れてたけど、なんか999円みたいなやつがあって、うん、それは、なんかどうかな、なんか安いのもどうかなって思ってやめて。あーごめんね、ちょっと曲がっちゃった。あとなんか銀だこって名前が書いてあるやつがあったんだけど、銀だこのオリジナルみたいな。うん、なんか丸いやつなのね。口にその900円のと銀だこのやつは丸い中やつで、うんうん、でもなんか四角い方がいいかなって思って、これにしただけ、単純に。なんかチョコレート食べた後みたいになってる。ちょっと終わったらがっつり顔洗って歯磨きますね。ね。あ、やっと YouTube が、やっとみんなのコメント見れるようになった。電波やっと来たよ。うん。やっと見れた。かわいいお口って汚れた口って書かれている。かわいいお口。友蔵さんが明日はたこ焼き食べようって書いている。いいね。なんか人が食べてると食べたくなるよね。なんかさ、人が食べてるといえばサイゼリアあるもちじゃないですか。うん。のサイゼリア。おい、あれ？うん？聞こえてる？聞こえてる？うん。サイゼリアのね。うん。なんか、なんだっけ、マスクに紙ナプキンをかけて、あ、はいはい、うん、食べながらつけられるマスクみたいなやつが、うん、ネットニュースで見たんだけどさ、うん、あれちょっと実際にやってみたいと思った。なんか私も今朝のニュースかなんかで見たそれ。なんかね、かわいいイラストがちょこっと書いてあってね、スマイルの口にちょっと舌がピロって出てるようなさ、ペコちゃんみたいな、うん、あれでもいいよね。
どうしてもその、ね、出先でご飯食べなきゃいけなかったりね、チェックアウトのご飯とかやっぱりみんなで行くけどどうしてもさ気になっちゃうけど喋んなきゃいけない、ね、うん、ね、売れるのかな、売るわけではないのか、お店で配るとか提供するだけなのかな、みたいなくれるんじゃないのかなってね、うん、ね、サイズ限定みたいな、もうやってんのかな、サイゼリア行った人いないのかな、そのニュースを聞いてみんなお盆休みはサイゼリア行くのかな。それでなんか高評価だったらいろんなお店もねそれを出しそうだよね。ねえ。でもなんかサイゼリアの人が開発した人がパクったとかってなっちゃうのかな。そうやないか。なんかね。あんまりほら帰りちょっと食べていこうみたいなのもちょっと気使うからさ。ね。こういうのだとなんか。でもいいかなってなるからいいよね。ね。ね。なんか気を使わずにみんなでご飯食べれた頃が懐かしいよと思っちゃうしね。いや本当本当。ね。もう。ようなことも幸せだったと思ってまさにその通りトラブルだなって。いや早くね戻ってくれるといいね。ねえみんなでご飯行きたいね。ね、あの三船美香さんはねもう再婚されましたけどもね、本当に、うん、ねまた中華街とかも行きたいな、この間通ったらなんか開いてないお店も結構あったんだよね、あそうなんだ、うん、そっかね、だからそのままあれここもしかしてこのまま開かないのかなみたいなとこもあったり、中華街ね、お店いっぱいあるもんね。ね、でも飲食店ってあれだよね、あの普通にしててもさ、うん、あれここまたお店違うお店になってるなみたいなの結構あるからさ。確かに。もしかしたら普通に入ってなかったお店で、あの潰れたっていう可能性もなきにしもあるんだけどさ。うん。でもさ、中華街でさ、うん、食べ放題のお店もいっぱいあるけど。うんうん、それで、なんか行きつけだったらわかるけど、なんかお店変わってもまた中華屋さんだったらわかんないよね。確かに、できるメニュー大体一緒だからね。そうだね。でも相変わらずタピオカ屋さんは元気に営業していたよ。ああ、タピオカ屋さんね。タピオカは持ち帰りだもんね、基本的にね。うん、なんか韓国のカラフルなマカロンが流行るって言ってたけど、あれなんか、うん、あんまり流行らないままコロナになってあれ終わっていったのか、うん、私も知らないそれ、なんか次は来るみたいな、うん、すごいカラフルなあの派手なマカロンで、うん、あのクリームもすごいカラフルなやつで、うーん夢新大久保に行けばあんのかな。そうかな、そうかな。ありそう。あ、ちょっともう一個食べていいですか。どうぞどうぞ。私も食べようじゃ。全然20個食べれそう。いや、たこ焼きって不思議だよね。全然。ね。全然いけちゃう。いただきます。でもね、銀だこはさ、一粒がさ、すごく大きいからね、うんうん、あとなんか多分油も結構使ってると思うから、あの表面カリッとしてるから、うん、結構お腹にたまる。あれなんかマカロンってもともとカラフルじゃなかったっけってコメント来てますよ。なんかもっと原色っぽい感じなのかな。確かに、確かにまあマカロン色はついてるね。青のりさん。
お口の汚れが取れなくなってきたよ。ちょっと喋ってる間にこう乾燥してきて何気についてきちゃった。ケースが。いただきます。うん、あ、ね、マカロンってもともとカラフル、そう、もともとカラフルだけど、なんていうか、もっとどぎついカラフルみたいなね。そう、そういうのがあったんですよ。あ、なんかケーキバイキングとかなんかそういうのも行きたいけど、最近やってんのかな。なんだっけ、なんだっけ、スイパラ、うんうん、だっけ。行ったことないんだよね。ああいうのも、なんだろう、食べ放題みたい、バイキング形式じゃなくて、これとこれみたいに言って持ってきてもらうとかになってるのかね。あれは、うん、ビュッフェみたいに自分で取りに行くのかな。ね、行ったことないけど。もうコロナ禍においてのそういうバイキングとかも変わってきちゃうのかね。うん。うん。でもね、うん、先々週に、ミニマクのメンバーと、あと、和洋中の、うん、なんかそのバイキングみたいなところ行ってきた、そういえば。うんうん。なんか普通にでも営業してた。人はやっぱり少なかったけど。うん。っていうか、うちらが入った時間がギリギリだったから。うちらがお店に入ってた時間がギリギリだったから、人がいなかったのかもしれないけど。うんうん。うん、うまーうまーうまーけど口が汚いもんってどうしようなんかいい方法ないかね、上手に食べれるなんかちょっとググってみようかなあの、きれいに食べるみたいな。うん、ちょっとスタートが遅かったからもうあれだね、8時40分ぐらい今。そうだね、なんだかんだで。なんだかんだで。いやー、焼いてる時はマジで大奮闘したね。もし。いやーってなった。ちょっと待って、パソコンを手前に持ってこよう。コメントが全然見えない。待ってるとき危ないから後ろに置いてたんだけど、前に持ってこう。うん。よし。あ、これで安心。口広くする。なんか拡張工事とか整形外科、美容外科。うん。なんか骨削って皮削るみたいなことしなきゃいけなくなっちゃうからな。怖っ。怖っ。ももちさん整形ってヤフーニュースになってる。よほら今みんなユーチューバーさんとかもさ、整形のこうなんていう動画とか、うん、流行ってるよね。もっちもそうなんだ。するもっちって。よし、それだ。クワルチョウみたいに下が開くように改造をしなさい。サイボーグ。それか、いいな。あ、友蔵さんもたこ焼き食べてんの？食べてるもんち。違うのかな。本当だ、食べてるもんち。いやでも本当。配信、今日は絶対スムーズに始めるぞっていう気合万端だったのに、いかにもっちがポンコツなのかっていうのをまた皆さんに知っていただく機会。いや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 。でもこうしてみんな待ってくれてたからね。いやー、ほんとごめんなさいね。ねえ。いや、ほんと言い訳でしかないんだけど、もっちのね、なんていうかね、目が悪いっていうか、視界が狭くって、ストリームキーとストリーム URL をコピーして、
配信ページの URL をコピーして OK で、あの YouTube の YouTube スタジオのページで、うん、最後に配信開始を押さなきゃいけないのに、そのビデオボタンがポッチの視界に入っていなくて本当見えてなかった。完全にあの 100% いいわけなんですけどね。だからあれだね、やっぱり慣れるまでは手順を紙に書いておかないといけないね完全に覚えたつもりだったんだけど次回からはなるべくなるべく時間通りにしますね、まなみちゃんもあのファンの方とかくださってるのにお待たせしてすいませんでした。いえいえ、こちらこそ。私もちょっとねバタバタしてたからね、あとズームの使い方を分かってなかったからねいやでもね、ズームとかさ前からあるのはなんかちょっと知ってたけどね、こんなに使うようになるとは思わなんだ、うん、ねえ、ね、私も何回かズームでやったりもしたし、うん、実はさ、ギターとかベースの、うん、あのエフェクターのメーカーでね、うん、ズームってあるのよ。そうなんだ。だからズームで会議って言うから、え、どういうことって最初思ってて、あ、そこのなんか工場まで行くのかなみたいな。ただ全く別のものだったっていうね。存在を知らなかった、こういう、うん、スカイプとか LINE ツアーとかみたいな感じのやつだとは知らなくて。なんかいろいろあるよね、今ね。ねえ。WeChat とかは、あれはどうなるんだろうね、いろいろね。うん。いろんなニュースが最近ありますけど。あ、そうだ、まなみちゃん、なんか最近、なんか、大きいお買い物とかした？うん？大きい買い物？大きい買い物とかはした？大きい買い物はね、うん。先週機材を買いました。お、ポチッと。何を買ったのち？エフェクター、まあ足元系だね。足元系。足元、まあガサンガサンってやる系の機械を買いまして。うん。で、その今回買ったやつと同じメーカーなんだけど、機能が違うやつを。前にも買ってたんだけど、実はそれをね間違えて買っちゃったやつだったのねそうそう、あ、安いわけじゃないんだけど間違えて買っちゃって、それはそれ交換とかはできないお家なの？うん？交換とかはできなかったの？間違えたの？そうしてもらおうかなと思ったんだけど、なんかすぐ使いたくて、そうか、そう、すぐライブ控えてて、もうそのシステムにしたくて、もう使っちゃったから、しばらくそれで使ってて、で、ようやく本命のものを先週ぐらいにポチってやって、届いて、今使ってるんだけど。おお、そうなのか。そう。ヤフオクに出そうかなって。あ、いい。もうこれですって感じ、これがやりたかったのみたいな、うん、急いでもめっちゃ持ってるよね。前リハーサルの時とかもさ、エフェクターすごい数持ってなかった、うん、そうかもしれない。そう、なんかいろんな音を作るのにいろんなエフェクターつなげてたけど、うんうん、それだと重くなっちゃうから、うん、それをもっと数減らしてできるちょっとすごいやつがあって。あ、そうか。そうなのね。イケベ楽器の下のスタジオでね、あのリハしたとあの、ね、なのに階段しかなくって、なんかエレベーター使えなくって、そうなんだよね。スーツケースでなんか機材モリモリで来てくれたからすごい申し訳なくって見て、あそこのスタジオすごかったね。ね、でもなんだっけ、秋葉原のクラブグッドマンさんも、なんか閉店しちゃうみたいな噂を聞いたの。あ、そうなの。なんか、そうらしいよ。じゃあ、スタジオもなのかな。そうなのね。
なんか楽器屋さんとライブハウスとスタジオがつながってるみたいなイメージだもんね、うん、あれ前渋谷にあったのもそうなんだっけ。渋谷、渋谷にもなんかスタジオとライブハウスとなんか楽器屋さんってなかった。あれも池辺楽器だったっけ、渋谷の駅前、あの再開発の池辺に入ってたところ、ルイド K2 のところね。うん、あ、そうだね。K2 のとこはそうだね。あれも系列なのかな？多分、楽器屋ね、前は、うん、キー楽器っていう楽器屋さんだったんだけど、そこがなくなって、池辺楽器になったの、あのビルが。あ、へぇ。確か、そう。楽器屋が楽器屋に生まれ変わったんだけど、系列が違うみたいな感じだったかな。スタジオもやってんの？スタジオ入ったことないけど、ライブハウスはまだあると思う。うんうんうん。うんうん。最近渋谷も行ってないからな。行ってないね。電車に本当に乗らなくなっちゃった。ああ、そうなんだ。先週本当久しぶりになんかそのお仕事の話とかで浅草の方まで行って。おお。緊張した、久々に、なんか浅草東京に久々に行こうと思って、もう除菌グッズで身を固めていったよなるよね、でもね、ねえ、なんか、ね、聞いてるか聞かないかよくわかんない、あの空間殺菌、なんかどうのこうのみたいな、次亜塩素酸じゃなくてなんだっけ、二酸化っていうの、あ、そう、もうなんか私もその辺ちょっとよくわかんないんだよね。あの首から下げるクレベリンみたいな。うん。ねえ。なんかあんなの情弱がするもんだみたいなことを言われるんだけど。いや、うん、でも、ね、効果が 0% なことはないだろうと思って。ね、お守り代わりに持っています。そうだよね。ね、自分の身を守るためだよね。もうね。一応みんな気をつけましょう。ね、ね、なんか本当自分がなっちゃうのがこうもう最悪しょうがないとしても、人に移すのがやっぱり怖いっていうかさ。そうなんだよね。ね、それだけ無症状、無症状って言うと本当わかんないよね。ね、なんか自分が感染源でね、人にすごいたくさん移しちゃったらと思うと、うん、それが心配ね。うんうん、みんなあれとか入れてるのかな、あの ココアだっけ、あの厚生省が出してるアプリ、うん、あのコロナ、ああ、あるね、私はまだ入れてないけど、オンにしてるやつ、あれで通知がいつか来るのかもしれないと思ってビクビクしてるなんかここで発生じゃないや、いましたみたいなのが分かるやつだっけ、なんか15分以上その、うん、近くに、あのなんていうの、近くにいると感染者がいたらなんか通知来るみたいな、なんだっけ、うーん、もともとそのアプリを入れてオンにしてないといけないし、あとコロナになった時にちゃんと、うん、私かかりましたっていうのを登録しないといけないから、個人情報出ちゃうんだよね、確かね。あ、とはいえでもなんないのかな、それはそんなに心配はないのではないかな。なんかね、どっかの国がもうプライバシーないじゃないかみたいな、なんかそれに似たアプリをね作って使ってるって見たの。あ、まあ、日本はそういうのあれでしょ、日本は大丈夫か。なんか国によってはなんかもう入れなきゃいけないみたいなとこもあるけど、まあ日本は強制はしないけど、うん、うん。そうだよね。義務ではないもんね。まあでも、ビビリだから入れています。はい。まあね、とにかく、美味しいご飯食べて、あのね、睡眠しっかりとって、ね、楽しい気持ちで日々過ごしていれば、あの免疫が上がるっていうから、
とりあえずご飯は3食美味しく食べています。毎日6時間を必ず寝ています。ちなみに今日は9時間寝ました。あ、めっちゃ寝てる。めっちゃ寝ちゃった。寝坊した。いいね、寝る子は育つ。健康一番大事だから、みんな美味しいご飯を食べることだけは忘れずにね。ね、たこ焼き食べ終わったらなんか違うものも食べようかな。なんか入るかな。なんかたこ焼きだけでいいかな、いいのかなって気がしてきた。野菜とか食べておいたらいいかなみたいな。卵も入ってるし、野菜も入ってて、タンパク質ねもう入ってるかな。割と栄養バランス的には悪くはない気もしちゃうけどね、たこ焼きね。ね。うん。キャベツ入れちゃったらお好み焼きになっちゃうんだよね。嘘、ポッチめっちゃキャベツと、うん、あ、入れてんの？ネギと入れてた、うん、あ、キャベツ入れてたんだ。私入れてなかった。ネギは入れたけど、ネギと揚げ玉。あ、揚げ玉入れんの忘れてた。でもなんかからしマヨネーズかけすぎたから、なんか油っぽかったからもういいや。油は足りてる。あ、りょうむさんから寝すぎでミスが多くなってる説ね。寝すぎは良くないんだよ。寝すぎちゃった。ほんともちもうね、今日こそはと思って7時にスタンバイしてたのに、全然あの配信ページ見ても始まらないし、もう大パニックになっていたんだけど、本当に配信開始を押し忘れてたっていう、なんかどうしようもないミスで、本当にはー、本当ごめん。いやでも本当にもっちいろんな国のさ料理の配信してるじゃん、あれすごいよね。ねえ、あ、ね、聞きたいことあったの。何どこの国のだっけ、なんかさ、なんかスムージーみたいなさ飲み物で、なんか緑色のやつがなんか下にテンドル、テンドル、インドネシアの、うん、あのココナッツミルクと、うん、あのパームシュガー、なんだろう、パームシュガーと黒糖を煮詰めたシロップと、うん、に、あのなんかタピオカ粉とかなんか米粉みたいなのを、うん、緑色の、パンダンリーフのエキスを入れて、入れてタピオカっぽくしてみたいな。じゃああれはもちもちしてるんだ。もちもちしてるはずだったんだけど、あの生煮えでニュルニュルだったんですよ、うん、辛い。そうだったんだ。いやサムネ見て、うん、この緑色のやつなんだろうって思って気になってたの、そういえば。あれでも本物っぽくて、あのなんだっけ、なんとかジャワカフェっていう、なんだっけ、チンタンジャワカフェ、なんかそんな感じの名前のレストランがあって、うん、インドネシア料理のめっちゃ本格的なお店で、ほんとすっごいおすすめ。行きたい。あのね、インドネシアだとナシゴレンは好き、私。ナシゴレンとね、あとね、スープとかも美味しいのがあるんですよ、ここ。どんなやつ？なんかね、サラダチキンみたいなのの裂いたやつが入ってて、うん、カレーパウダーとかで、ちょっと若干カレー風味で、あとコリアンダーとかいろんなエキスが入ってて、あれなんかカレーっぽいね、やっぱね。大丈夫。めっちゃアジアの味。美味しそう。美味しいです。いいな、行きたい行きたい。ナシゴレンくらいしかわかんない。結構週一は行ってるから、もう、割と常連。常連だね。連れてって。行こう、本当に行こう。お客さん少ないから、絶対密にならないから、安心。もう月地で言ったら分かるよね、状況はね。この時間は空いてる。空いてるから。席と席が空いてる上にお客さんもいないから、絶対大丈夫だと思う。快適だね。
ってるだろう、美味しい。あ、そろそろ終わりの時間になったようです。はい。はい、お知らせでございます。この後9時からは、日曜劇場半沢直樹、ぜひご覧ください。めちゃくちゃ面白いです。すごい、あと1分だ。あの、お知らせは何かありますか？お知らせ、そうですね、うん、ライブは何本かあるんですけども、うん、一番近いところだと、今週末8月15日の土曜日に、うん、先ほどコメントをくれてた、ボーカリストのさらちゃんのサポートで渋谷のチェルシーホテルで、はい、ね、確かね、5時だか5時半だかトップバッターで演奏しますので、人数は限定なんですが、あとはさらちゃんまで一歩入れてください。予約状況わからないので。そうだよね、今ライブをやってるところは、はい、もっちが出させてもらったところもそうだったけど、人数っぽい制限して間隔保って、うん、はい、体温を測って、そうなんですみたいな、結構決まり事きっちりやってくれてるからね、それは、うん、安心していいのかなと。そうだね、対策はしてくれてるから多分、うん、ライブハウスによっては、その目的のアーティストさん見たら一回出るとか、なんか入れ替え制とかやってるところもあるみたいだし、そうだね。まあ、詳しくはツイッターまでぜひって感じですかね。はい、はい、もっちは、ちょっとまだお知らせはできないんですけど、うん、今のところは、9月に関西方面に、お2日間行く予定なんですけど、ただそれがギリギリまで、あのね、今の状況だと、あと中止になったりすることもあるからなんですが、もうちょっとしたらお知らせできるかなっていうのがあります。はい、楽しみだね。はい、ライブとかじゃないんですけど、あのお話とか多分できると思うので、ぜひ、続報をお待ちください。ツイッターなどチェックお願いします。あと、チャンネル登録も、初めましてだった方、まだチャンネル登録してない方はよろしくお願いもっち。ポチッ。はい、まだちょっと YouTube チャンネルもあって、すごいかっこいい演奏動画めちゃめちゃあるので、はい、弾いてみたとか、あともっちとコラボした動画とかありますので、うん、ね、あのヒデさんのロケットダイブ弾いてみた、歌ってみた、私のチャンネルでアップしてるバージョンと、まあ曲は一緒なんですけど、映像が違くて、もっちのチャンネルでアップしてるバージョンとちょっと2パターンあるんで、ぜひ両方見てください。はい、そんな感じで今日はね、あのまなみちゃんと一緒にリモートたこ焼きパーティー、出だしこそ、大つまずきしましたけれども、楽しくね、たこ焼きすれて皆さん見ていただけて本当ありがとう、もっちでした。ありがとうございます。来週は19時からちょっとね、夏祭りをぼっち企画をやろうかなと。おお。祭り、ヨーヨースクイ、金魚スクイなどなど。すごい、気になる。自宅で一人で開催しようかななんて。見たい、なんかもうね、祭りがやりたくてしょうがないもんちなんですよね。ねえ、お祭り行きたいよ、ね、なので、また決まりましたらお知らせします。時間は同じく、19時からか、もしかしたらちょっと夕方早めから長めの時間とってやるかもしれないので、はい、よろしくお願いします。それでは皆さん、半沢直樹見るよね。ここ、はい、はい、じゃあまなみちゃん本当ありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。あ、そう、チンタンジャワカフェ、そうだそうだそうだ、行きましょう、インドネシアの。あ、行こう行こう。はい、また LINE します、ね、ぜひぜひ、うん、はい、じゃ皆さん最後までご視聴ありがとうございます。もっちりょうさん、ありがとうございます。さくらちゃん、ね、ここねこさん、福田さん、ともぞうさん、あと誰がいたかな、ブライアンさん、お、ナイス着物&ハトもっち、ありがとうございます。さくらちゃん、ありがとう。たまぞうさんと、あみだまさんもありがとうございます。はい、それでは、かずんさんも